皆さんこんにちは、たかしです。本日6月20日土曜日、週末ですのでドル円の来週の相場展望を見ていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。まず週足からです。週足現在はこちら、赤の週足の切り上げラインにちょうどタッチしたところにも見えます。ただ切り上げラインですが、今この赤のライン、この赤のライン、この赤のラインと3つ表示させておりますが、ちょうど今は一番上の赤のラインで反発しているように見えます。ただ切り上げラインがいくつか引けますので、2つ目もここのヒゲ先、ここの実体ラインで、3つ目はここのヒゲ先で反発しておりまして、今全体としてはこのブルーの下降チャンネルの中におりますので、私個人的にはここの一番下の切り上げラインまで落ちてくるんじゃないかとは思っております。でこのチャンネルで動いていると考えますと、ここに一旦当たってはいるんですが、ヒゲですぐ返されてますので、もう一度実体でつけてくるんじゃないかと思っております。ただこの月足で見ますと、これは現在上昇中の調整になりますので、ここにもう一度実体でつけてきてからの上昇になるのじゃないかなというようなイメージでおります。ですので現在は月足で見ますと上昇の途中、調整中で、週足で見ますと青の下落チャンネルの中での下落トレンド中と見えます。でちょうどそこの週足の切り上げラインに今当たって反発しているというような状態ですね。では次は日足を見ていきます。日足はではさらにこの直近の大きな上昇波に対するフィボナッチリトレースメントを取りますと、現在はここの 50% 戻しのところ付近まで落ちてきています。ただ一度 50% を割って戻って、もう一度下落を試してきてますので、少なくともここの 61.8% までは戻ってくる、落ちてくるんじゃないかと想像しております。またこちらですね、黄色の N 波を描いてみたんですが、 N 波のこことここ、つまり AB と CD になるんですが、ここのラインとこのラインを今イコールになるように描いたんですが、そうするとちょうどここのピンクのラインですね、104円付近、104.1 ぐらいのところまで落ちてくるようにも見えますので、一旦の下値目処としましては、この先ほどの赤の週足での切り上げライン、そしてその次は 61.8%、 そしてそれよりもさらに落ちてきますと 104.1 ぐらいまでは落ちてくるんじゃないかなというのが私の大きな目線ではあります。現在日足でのストキャスティックスは売られすぎゾーンから少し上がろうとしているところでありますので、一旦の反発はあるのかもしれませんが、一旦反発してもその後もう一度落ちてくるというふうに見ております。ただここのところ全然ドル円は動いておりませんので、しっかり動きが出てきてからトレードするのがいいかなと思います。ただ直近のこの上昇に対するこの下落は落ち方が非常に強くなっております。ローソク足の本数を数えていただいても分かりますが、ここに大きな陰線が、大きいのが 1,2,3,3 本とついて、前回のこの上昇を大きく下げてきておりますので、下落の勢いが強いのがここでも分かります。で今一旦戻しをつけまして 38.2% のラインで反発して落ちようかというところですので、この週足の、この週足の
切り上げラインに当たってもう一度反発するかもしれませんが、最終的には下を目指す展開になってくると思います。次は4時間足です。4時間足もここに N 波のようなものが見えるんですが、ここから1,2,3とこんな感じでしょうか。これとだいたいこんなもんですかね。ですので4時間足の N 波を取りましても104円のミドルぐらいまでは落ちてくるイメージでしょうか。こちらが今4時間足、ちょっと色を変えます。4時間足の N 波が104円のミドルぐらいまで、そして日足での N 波が 104.1 ぐらいまで落ちてくると見えますので、まだまだ下落の余地があるように感じます。直近は先ほどのフィボナッチリトレースメントの 138.2% のところで上抜けするかどうかっていうところを試しておりましたが、今一旦下落してきております。で、そして今は週足の切り上げラインのところで反発しておりますので、抜けた方についていく、 38.2% を超えると上で、この赤の切り上げラインを超えると下で、次の目処がこの赤のもう一つの週足の切り上げライン、もしくは直近の下にですね、106円付近までは落ちてくると思われます。もし 38.2% を超えてきた場合なんですが、日足や週足を見てますと 38.2% を超えてくるのは難しいなという感じはするんですよね。全体的には下向き、この N 波を取っても下向き、こちらの N 波を取っても下向きなので、おそらく上げてきても当たってそのまま落ちてくる方が有力ですので来週のトレード戦略とはしましては、こちらに 38.2% のラインに引きつけたところでショート、もしくはこの直近の安値のところに引きつけてロングなんですが、ロングの場合は全体としては相場が下向いておりますので、ロングには注意、ロングされるときは注意ですねと思ってます。やはりそう思いますと上に当たって下向きで、特に今 GMMA も開いてきておりますので、ちょうどここの GMMA に食い込んだところあたり、現在ですとこの直近のこの山のネックラインあたりに来たところでのショートが有力なんじゃないかとは思っております。また日足に戻りましたが、現在やはりドル円はどちらというのが非常に分かりにくいように見えますので、全体としては下向きですが、一時的な反発として上に戻ることもありますので、上に戻ったらそこからの戻り売りを狙うのがいいと思います。では本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。